はいみなさんこんにちは今日もチャット GPT 図これを使ったお話をしていきます前回も今画面にありますようにステッカー作りというお話をしましたそれでちょっと副業をしたりとかそんなこともできるよというお話でしたが今日はその中でもどんなステッカーを作ったらいいかそこをいろいろ考えていたらやっぱり今ペットと というのをすごく可愛がる人がいますので自分のペットそれらをイラスト化したりということが簡単にできたらステッカー作りこれをやってですね自分の楽器のケースに貼ったりとかあとは旅行用のスーツケースに貼ってみたりとか鏡の裏に貼ってみたり自分の大好きなワンコやニャンコこれらのグッズを作るというのには 皆さんお金の糸目がないぐらいですね大事にされてる方もたくさんおられるのでそういうのを作れたらと写真をそのままできるというのは今までからも缶バッジ作ったりとかやりたい人はもうやってると思うしタオルを作ったりそういうこともしてる人はいてたでしょうでもですねその写真をイラストのようにしてデフォルメしてやってみれればいい それには今 AI とかそういうものがうまくできますし特にチャット GPT のプラスという有料会員になっていたら GPT-4 ビジョンというまあ名前まで覚えてくれなくていいんですけれどもそういう機能が使えまして自分の写真を読み込んでそこからイラスト化できたりするんです僕は それをより便利にできるように GPTs というオリジナルの GPT チャットを作れる機能が本先日できましたので僕はいろんなソフトを作っていますその中でできましたステッカーデザイン作成というソフトこれをもうじき GPT ストアという自分の GPT をマーケティングするようなそんな仕組みができる というふうにアナウンスされていますので僕はプロバージョンというのを作りました今日皆さんに初めてお披露目するんですけれどもそれをうまく使って自分の買っているワンコやニャンコこれらのステッカーを作っていこうそういうふうなお話をしたいと思いますもちろん自分で作れない人は僕がそういう仕組みを ちゃんと構築しましたので、メルカリ、そしてスズリというようなマグカップを作ったりとか T シャツ作ったりとか、そういうようなサイトと連携してですね、できるようにもしています。ご自分でやるというのも僕は全然構わないと思って、フリーバージョンのステッカーデザインというのを皆さんには公開していきます。 それらを使ってやっていただくのもいいと思いますし一緒に情報共有して勉強していきましょうじゃあ早速やってみたいと思いますその前に今までどんなものでテストしたかそういうのをお話ししたいと思いますはい僕はこのゴリラの写真を使っていろんな画風で絵を描いてみましたこんなよくあるアニメスタイルですね 3D スタイル。そして子供がお絵描きしたようなクレヨンスタイル。水彩画。ラフスケッチのような鉛筆が、またアメリカンコミックとでも言うのでしょうか。ドットでできたようなこういうイラスト。これもちゃんとできます。またこれは万年筆で描いたような絵なんですけれども画風としては風刺画。政治家の顔とかね、よく 風刺画というので書いてますが、ちょっとそんなようなデフォルメの仕方をしてみました。これは水墨画です。そしてこれはすごいですね。ガンダムを思い浮かべるようなトランスフォーメーション、いわゆる合体とかですね。そんなイラスト。これは版画です。これは先ほどあったのともよく似ていますが、万年筆で描いたようなペン画というのでしょうか。あと、 これも画風が変わっています。インクをこぼしたようなインクポットのアートそしてこれは一筆書きこれはライブハウスなんかによくありますねネオン管というのでフィフティーズを思い浮かばせるようなそんなネオン管そしてこれ小さい時は分かりにくいんですけれどもこれちょっと大きくしますねいわゆるアルファベットとかのテキスト文字で書いた。 こんなことまでラリースリーはできるということです。はい。そしてこれは極めつけですよね。IT とか AI とかそんなことを思い浮かばせるような SF の世界のようなゴリラ。こういう画風もできます。これを僕はいろいろまとめ上げましてリストを作りました。これはまだ完全公開はしていないんですけど、さらっと見て覚えておいてください。 こういうような16個の画風で今はできます。これ20個ぐらいにして GPT ストアでは販売しようと思っています。これを使ってステッカーを作ろうということです。ですけどステッカーというぐらいですから、このままの絵では味がないわけです。ステッカーというのは周りに空白の白い帯のようなものが付いている。そういうのがステッカーとしては重要なポイントです。 それを自動で作ってくれる。それが僕の作ったステッカーデザイン作成プロというソフトです。ちょっと見てみましょう。まだアイコンとかは決めていません。ベータバージョンです。ここで自分の大好きなワンちゃんや猫ちゃんの絵をアップロードしていただきます。あとは先ほどのメニューの番号を入れる、もしくはプロンプトでも書けるように、両方でできるように作ってあります。 やってみましょうはい。僕は動物の写真とか、こういうところにまとめたりしています。この犬猫と書いたところに写真をいくつか入れてあります。まず、ブルドッグの絵でやってみましょう。これをドラッグしてきます。そうしまして、これは日本の漫画アニメスタイル。これでやりたいと思いますので、このように位置で描いてと書くだけです。はい。 こうすると写真がアップロードされて GPT が分析しています。ダリーが動いたりしています。クリエイトイメージということで約10秒から20秒ぐらいで書き上げるということです。こんな感じにアニメっぽく書きました。今度は水彩画みたいにしてみましょう。水彩画の番号は4番です。読んでも描いてという風にしました。 はいこのように水彩画のようになりましたこういう図柄だったらちょっと台形になっていますしこの縁があるままステッカーにするというのも案外面白いですねいろいろ方法はあると思うんですけれどもじゃあ今日は猫の絵でやってみましょうはい猫の絵をアップロードしますそして子供の イラスト。そんな感じにやってみましょう。3番です。もう3とだけ打ってみましょう。それでどうなるか。僕もそこまで省略したことはないんですが、でもこのようにしてみましょう。こんな感じに電卓が前にある可愛い猫が出来上がりました。いいですね。じゃあここからどのように加工するか、それを言います。 一旦これをダウンロードします。はい。この犬猫のところにダウンロードしてみましょう。ファイル名をきっちりつけておく方が整理するときにはいいですが、皆さんはちゃんと名前を付けておく方が迷わないです。今日は僕はもうこれだけのためにやっていますので、これでやっても大丈夫です。このようにファイルエクスプローラーで見るとこんな感じに出ています。今度は じゃあこれをどうするかというと Canva 皆さんよく知っていますよね全世界でかなりのユーザーがいるあの有名なグラフィックソフト c a n v a ェブアプリとしても動くしダウンロードして使うこともできますその Canva のプロバージョンこれちょっとミソですプロバージョンじゃないといろいろできないことがたくさんありますまあ後でカットするというんなら本当は このままやればいいんですけれども、僕のようにこれを販売しようと思っている人間は、うまく切り抜いてできないといけないですので、その方法を言います。キャンバーを立ち上げます。ここに前の絵がありましたが、消しておきます。ここに猫の絵をドラッグします。これはいらなくなりましたので、消しておきます。このキャンバスは 10cm×10cm 10に設定しています。 倍になるようにはみ出し気味ぐらいにこうやってレイアウトをしますそしていらないところを消すのがキャンバの新機能の使いどころです写真編集というボタンを押しましてそしてここにマジックグラブというこのアイコンがあります先日までは僕は背景リムーバーというので消していたんですけれどもこのマジックグラブの方が とっても便利だということを僕の YouTube を見てくれた人が教えてくれました。ですから僕もやってみると、おー、なるほど、こっちの方がやりやすいということで、このボタンを押します。写真編集というのを押します。そしてここでマジックグラブ。そうするとこのように背景と分かれました。そして背景を消します。まだでも余計なものが残っていますよね。 今度は背景リムーバーの方でこのようにゴシゴシして消せば余計なところを消すことができますもっとブラシを大きくしましょうもう早くチャチャチャッとやってしまえばいいと思いますのでこのようにしてマジックグラブで消せなかったものそれはこのようにして消すことができます綺麗になりましたねこれで完成ですこれを 大きくしてよく見ると、ここに黒い縁が残っている。これわかりますでしょうかこのラインをあえて書いています。なぜなら、これをハサミで切りやすくするためです。肉眼で見たら、うっすらとした線がちゃんと見えるようになっています。これでできました。まあ皆さんはそのままプリントしてもいいんですけど、このキャンバスは10センチ ×10 センチ、それぐらいにしています。 ですから、はがきサイズの用紙を買っても、ちょっと下が4センチぐらい残りますしですね、A4 でやれば、6丁付けというのができるんで、僕はそういうテンプレートというのをもう準備しています。じゃあ、これで一旦保存をしてみましょう。共有からダウンロードというふうにして、背景の透明にチェックを入れます。これでダウンロードをします。 今書き出していますよねこのようにファイルエクスプローラーが出ましたのでここで完成というふうにしておきましょうこれで PNG ファイルで保存しますそうしましたら僕は自分がアフィニティデザイナーが得意なのでこれで作業をするようにもうテンプレートを作っていますそのテンプレートを読み込みます そしたら、このようにステッカーの形に細い線が入っています。ここに割り付けます。ちょっと前にあったものは消しておきましょう。はい。僕は販売するのに5つにするため、そしてここに説明のためにこんなエリアを作ってあります。はい。こういう説明を入れてありますが、皆さんが自分でこのステッカー作りをやるんであれば、こんなエリアはいらないです。そうしまして、 ここに書き出したファイルを読み込みます。この犬猫ファイルの完成という、これですね。こちらの方にドラッグドロップします。このようにできました。四角い枠の中にちょうど収まるぐらいにすると、これで六丁付けができるようになっています。コントロールを押しながら、このように複製をしていくだけです。 こんな感じに割り付けができました。あとはプリントという風うにするだけですが、ちょっとここでヒントを言っておきます。まあ、この猫の絵だけならいいんですが、ここに数字に近いようなものがある場合があります。こういう時はステッカー用紙というのは転写方式、いわゆる反対になる場合が多いプリンター用紙を買った時にちゃんと確認をしてください。 プリンター用紙というのは耐水性や耐光性そして粘着力もしっかりできるようなそんない,いアイテムが今はありますのでそういうのを使いましょうそしてこれを反転します例えば反転というのははいこういうことですねそうしないといけない用紙というのもあるので注意をしてくださいどうでしたでしょうか僕が 開発しましたチャット GPT の GPTs。皆さんで言えば MyGPT というこれを使ってですねカスタムのチャットボットを作っていかにもアプリケーションを開発したようなことができるわけですこれを見てもチャット GPT のプラス以上に入っていない人はこのソフトを僕がいくら無料で提供すると言っても使えませんですから ここんだけ便利にになってきたチャット GPT でですのでぜひともこれを機に課金をししてみましょう課金はいつでもやめようと思えばやめれますしこれからはスマホを持っているのと同じような感覚で GPT もしかしたらオープン AI 社のものではないかも分かりませんが AI 生活を豊かにするためにもチャレンジしていってほしいなそんな風に思う今日この頃です。 今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。そしてこういうのを見ても、いや自分ではやる気になれないからね、そんな値段ぐらいだったら作ってもらおうというふうに思うんだったら、ご依頼の方もお受けしていますし、こういうことを副業のようにやりたいということであれば、僕の方も早速ステッカーサイトというのを作りました。 こちらの方では既製品の5枚付けじゃなくってここにもありますように自分の好きなものを5つ選んでもらったりとかいう応用も聞けるようになっていますそんなことをメルカリでしてしまったらですねもうやりとりがとっても煩雑になりますよねですからそれは難しいと思うんですねでも自分のホームページならメールのやりとりとかもとっても 楽ですので、追加のサービスというのもできなくはありません。そして皆さん、もっともっと勉強したいなと思うような方がおりましたら、GPT 図の制作相談というのもやっています。いわゆるレクチャーというやつですね。この機に上手になりたいということであれば、いろんなマンツーマンレッスンをネットのリモートでできますので、どうしてもやりたい、でもわからない、 という人、もしくは自分はやりたくないけど作ってほしいという人、そういう人も対応していますので、概要欄に色々その辺の情報を書いておきますので、またじっくりと見てください。それでは今日はご視聴ありがとうございました。まったねー。